1997年の近鉄バファローズでは、1997年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、佐々木京介監督の2年目のシーズンであり、大阪ドームを本拠地とした最初のシーズンである。佐々木監督1年目を4位で終えたチームは、藤井寺球場から大阪ドームへの本拠地移転を機に、ユニフォームや球団機などを大きく一新。 ユニフォームは赤と紺色を引き続きメインカラーとしつつ、ビジター用は赤色と紺色の2色を併用。藤井寺時代の1966年から使用されてきたバッファロースロゴを31年ぶりに変更し、シャープで力強いロゴに一新。ドーム野球への転換を図るチームだが5月には6連敗を喫して最下位に転落するとその後も浮上せず、 中村のりひろやタフィローズなどいて前打線の活躍も虚しく、B クラス生活が続いた。しかし7月以降は徐々に成績が改善されていき、後半戦以降の巻き返しに期待がかかった。8月24日のロッテ戦で前半で10点差をつけられつつも終盤に反撃し、最後は11対10でロッテにサヨナラ勝ちすると、この試合以降チームは借金を返済。 最終的に68勝63敗4分と A クラスに食い込み、終盤息切れした日本ハム大英を抜いて最後は3位でシーズンを終えた。投手陣は小池秀郎が西部の西口文也と最多勝ちを分け合い、救援陣は守護神赤堀元幸新人大塚将軍、セットアッパー佐野茂激の3人でリーグ1位の35セーブを記録するなど、 防御率3.79はリーグ3位。打撃陣は、ローズ、中村、新外国人、フィル・クラークの活躍で、チーム本塁打は、前年より低下したものの112本塁打で、リーグ3位と検討した。シーズン終了後、伊手前打線の切り込み隊長、大石大二郎がこの年限りで引退した。色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。